インドケララ州に伝わるフェイスペインティングボディアートとは、人体を媒体に使った芸術のことである。体の表面に描くもの、身体を加工、改造するもの、人体で表現するもの、身体を構成要素の一部とするものなどが含まれる。一般的なボディアートは、ボディペインティング、タトゥーとボディピアシングなどといった身体装飾が挙げられる。 その他にも身体改造としてのインプラント、スカリフィケーション、ブランディング、スカルペリングで傷を作り装飾品を埋め込む、シェーピングなど過激な身体改造による肉体の装飾や美化といったものもあり、これらも原始時代より今日まで様々な民族が実践してきた。検体された遺体をプラスティネーションして観客に人体を見せる展覧会も世界を巡回している。 西洋美術では、ボディアートは、パフォーマンスアートの買いカテゴリーに位置づけられることもある。パフォーマンスアートとしてのボディアートでは、作家が表現のために、自分や他人の体にボディペンティングしたり改造したり、あるいは、体を酷使するパフォーマンスを行ったりと、様々に体を使用する。極端なものでは、体の切断や肉体的極限にまで、自分の体を追い込むものもある。 デニス・オッペンハイムの作品では、開いた本を自分の胸に乗せて日光浴をし、本を乗せた部分以外の皮膚がひどい日焼けになるまで横たわるというものがある。マリーナ・アブラモビッチの作品には自分が疲労で倒れるまでダンスを踊り続けるという内容のものがある。彼女のリズム王では参加した観客に72通りの苦痛や歓喜を与える方法が示され、それらを アブラモビッチの体に加えるよう指示される。観客は6時間にわたり、彼女をナイフで切ったりトゲを腹に押し付けたり唇に口紅を刺したり羽で肌を撫でたりする。このパフォーマンスは、観客の一人がリストの中から弾丸を込めた銃を選び、それを彼女の頭に押し付けたところで、観客同士の乱闘が起きて終了となった。クリス・バーデンのシュートでは、 観客の前で助手に自分の腕を銃で撃たせた。この様子を記録した8分間のビデオはボディアートとパフォーマンスアートの悪名高い一例となっている。2019年現在では医学や情報技術の発展に伴い人体を取り巻く環境や認識は劇的に変化している。このような中で体の問題は哲学、社会学、 現代美術において重要な課題となっており、従来のボディアートの概念に収まらない体をテーマとする美術が多く見られる。主要なテーマは人体への異物のインプラント、機械と人体との共生やサイボーグ、仮想的身体、身体の不在などがある。テレビ時代以降の情報社会の中では自分の体は忘れられがちであり、 体を軽視する人間をテーマとする作品や人間が肉体を持つ生き物であることを再認識させる作品も多くある。ありがとうございます。